皆さんこんにちは、扉沢通信です。回を重ねて第4回目になりました。非常事態宣言下の錦糸町扉沢稽古場からお届けしています。まあ、まだこれやってる 最中で、その緊急事態宣言が3月中に本当に終わるのかどうか、もう微妙な、ところです。幸い今劇団はもう公演自体はないんですが、劇団員がいろいろとこう抱えている本番みたいなものをちょっと、無事にできればいいなと思っている今日この頃です。さて今日の扉沢通信ですけども、まあ、我々の活動も、ね、3月終わり4月始まりという感じで1年の計画が組み立てられています。で、もう3月が終わり、よくわからなかった平成、令和2年度、まあ終わったわけですけども、まあ新年度なんですが、なんと新年度は扉座40周年記念になるんですね。こちらです。そしてなんと劇団員がついに還暦を迎えてしまうことになりました。まあ、女優さんがこんな年に分からせていいのかって、まあ、道子さんの場合はもうね、20代から老婆役もやってましたんで、ようやく実年齢が役に近づいてきたか、まあ、あと同級生と、ね、自分の名前書くのが嫌だったんで、はい、明さんも書かせていただきました。なんと還暦です。まあ、20歳の時に作った劇団ということなんですね。で、旗揚げの時には、一応は、あと六角ありましたけど、六角は来年が還暦なので、まあ、還暦はこうなんですけど、40周年でこんなにやると思ってませんでしたからね、何の用意もなくて、ついにこの時が来てしまったのか、でもまあ40周年で微妙なんで、大した。記念もやらなくていいんじゃないかと言いつつ、去年の暮れのテンノックス、10本連続、リーディングというのも40周年前倒しなんて言っちゃったんで、本当の40周年も何もしないわけにもいかないんで、まあ、コロナが心配ではありますが、しっかりと40周年をやろうじゃないかという気持ちにはなっております、ね、ぜひ皆さんもこれご期待いただけたらなというふうに思っております。ということで、今日も、デジタル版扉沢通信をあります。ということで、コロナによってよくわからない39周年が終わり、でいよいよ40周年を迎える前夜ということで、40周年を考えるというテーマで今日はお送りしたいと思うんですけれども、ゲストをお招きしております。扉座のですね、ビジュアルチラシだとかポスターだとか、まあいろんなさまざまグッズなどももうプロデュースしてくださってますデザイナーの吉野修平先生です。どうも皆さん、はじめまして。多分こういうの出るのは初めてだと思いますけれども、宣伝美術やってます吉野と言います。なんか表立ってご紹介するのも実は初めてだよね。初めてですね。で自分が出るのはビジュアルが出るの、ね、パンフレットとかももう毎回こう作っていただいてるけども、もちろん名前はクレジットされてますけども、吉野さんってじゃあ一体どんな人なのか。こういう方です。扉座のディープなファンの方は吉野周平庵だっけ、周平庵庵っていう庵を三軒茶屋に結んでおられて、でそこでギャラリーっぽく扉座のポスター展、あれはいつでしたっけね。あれは3年前ですかね。
年前ね。オタクなんだけども、もうすごい。3年前と、10年前。そう、2回やりました。2回やってんだよね。で、ものすごいこう、三軒茶屋の、まあ、本当駅からそんな離れてないところですけど、趣のある日本家屋があり、なぜか画家のアトリエみたいなね、別室があって、ね、でそこを中心にこうギャラリー化もされているんですよ。何年前が最初の出会いだったの？一番最初は2003年。よく覚えてる。キララ浮世伝ってやつですね。キララ浮世伝の時に最初にお願いをしたんだね。あの時は茅野勇が多分そうです、茅野さんから頼まれた。そうだよ、横内さんは僕は全然知らなかった。そうそう、茅野勇が、茅野勇というのは今刀剣乱舞の演出家になって、その頃は番頭だったんです、劇団の、うん、私の右腕で、まあ制作、劇団内制作みたいなことで、なんていうのかね、幹事長っていうか官房長官みたいな感じで言ったんで、それでこの人に頼むからって言ってお願いしたんで、そこからのもう本当にお付き合いで、ほぼそれ以降だから10もう15年、2003年だから、じゃあもっと18年、もうほぼじゃあ20年に近いお付き合いなんて、ですね、変わらないですね。でももうとっくに管理がしてますからね。でも僕より年上には見えないでしょ。主なる仕事がだって今もウルトラマンの何だっけ、ウルトラマン古谷敏さんっていうね、スーツアクターの方の、ウルトラマンの内臓の方やね。内臓の方、ウルトラマン変身する場合じゃなくて中身の方、変身した後の内臓ですね。そうです、その方のプロデュースしてるんですね。そのまあオフィシャルデザイナーですね。新品プロモーションとかのだからグッズを作ってますよ、ね、あの日本の元祖オタクみたいな活動とか、そうですね、キャンディーズの復活 CD のデザインとか。そうなんですよ。昭和歌謡がすごい強いでしょ。昭和歌謡はもう、まあ、3年前ぐらいまでだけども、うん、ソニーミュージックのところで、うん、もう80タイトルぐらい作りました。そう、 CD は懐かしの、その往年のスターたちの復刻 CD みたいなのデザインを一手に引き受けられて、やって、ね、でしかもデザインな、まあ、デザインオフィスに行かせていただくと、ずっと天地まりが鳴ってたり、ずっと南沙織が鳴ってたり、本当に心の底から愛してるんだっていうのがよくわかりますね。まあ、好きな仕事しかだからやってないんですよ。もう素晴らしいね、仙人というか偉大な趣味人、まあね、ね、もうありがたいことです。それでもう本当にずっと、デザインしてて、なんとこれちょっとこれ串後で抜いてください。今日いただきました名刺です、扉座の。で実はあの去年事務所を失った時に住所が変わってしまったんで、名刺が少し形が変わって、これも吉野さんにデザインしていただいたんですが、なんと今年もう今日です、本当に今日これ出来上がっていただいたんで、ここに40周年の小さなロゴが入りました。今年はこれを私は使わせていただくと、もう今日からこれがで、これ1年限りの名刺なのでヴィンテージです。今仕事をするならばこのヴィンテージ名刺がもらえると。大事にします。周りがかっこいい、はい、何これ、ドアから出てる、40年からね、40のゼロがドアになってて、そこから若風な人が飛び出して、そう40年経ってまだそんな若いのかよっていう、ね、その不思議さをちょっと出したかったんです。ありがとうございます。もうこうやって叱咤激励されて頑張る、まあ、あの吉野さんのデザインって時々僕の台本より先にできることがあって、でそのデザイン見ながらこういう劇なんだって思わさせていただくことが、それが一番嬉しいんですよ。ママある、うん、もうアゲインなんて近藤正美さんが出て、あこの間リーディングでも言いましたけど、二重面相の話なんか、うん、もう台本半分も言ってないのに先にチラシが出来上がっちゃってて、もうてかこんな芝居なんだと思って、それに合わせて書いてったって。でもなかなかその時にイメージをちゃんとこうくれるんで、うん、助かります。でですな、まあ、40年で
作ってもらったんですけど、これがね、20周年記念で、これは吉野さんと出たんじゃん。まだ吉野さんと出会う前でも、まあこれもまあかなり力入れて、もう劇団20年やったらもう20年で終わると思ったんですよ。なんで一生の思い出になるもの作ろうって言って、ものすごい力入れて作ったね。もう今までの総括、それでこれでもう打ち止めと思って今までのこと全部書こう。これあの20周年本、まあまだ扉座には、在庫ございますので言っていただけたら公演中の物販コーナーなんで、ひっそりあってもう本当に年に1、2冊出るかなみたいな感じで、でも20周年もうほとんどいない劇団員でもね、なんとね、お客さんお宝があるんですよ、この中には。もう長い歴史ってすごいね。この中にね、研究生だった高橋一生が映ってんですよ。ここだけなんです、これ以上言わないね。研究生だったわけ。研究生って言ったら新人だったんだよね。研究生映ってないね、新人だったわけ。でも結構劇団もこの当時からちょっと入れ替わってるんですけどね。まあ歴史って持っとくものだね。で、実はこんなにこうちょろっと映ってる。これが20周年ね。で、これで終わりかなと思ったら30年になっちゃった。で、30年になっちゃった時はもう吉野さん。はい。これは吉野さんが、もうこんな本はあるんだから本じゃなくていいだろうって言って作ったのが、ね。はい。手帳ですね。扉座手帳。探偵手帳みたいなの作るんですよ。少年探偵手帳の、まあ、オマージュですな。そう。これ手帳なんです。で、なんかなんとなく書き込んだこと僕ないですけど、書き込みもできるようにはなってるし、それでこのね、なんせこのダイアリーが全部あって、誰がいつ生まれたとか、これ30周年でも10年前に、でも10年経ちましたね。そうです ね。これはまあもうツリーはできてましたけども、対談もあるし、最後の方は六角精児のエッセイ、もう今やエッセイシストとしてもご活躍の六角精児さん、これなんか昔のまだデジタルじゃない紙の扉座通信だった時にずっと六角がエッセイ書いてて、とっても面白かったんで載せろって言って全部報告して載せたり、このまあでも上演記録もしっかり残って、劇団員のことも分かるんで、対談も出てる、いろんな方のインタビューも、もうこれも大変な力作で、あれ下敷きもあるんです。あります。これ全員の集合写真、まあここからまた10年経ってしまった。もう大変なんですよ、これ作るのね。でもこの間ちょっと実はまあ先週かな、そうですね、お会いして、打ち合わせがね、実はその、まあ、初夏の公演のためのもうそろそろ、相談しなきゃいけないということもあり、久しぶりにお会いして打ち合わせしたところ、やるかと、もう本当にこれこそ最後だろうと。そうだと思いますよ。何かやるにしてもね、50周年はちょっとね、50周年はね、考えられないな。でもだから、まあ、おそらくこれこういうもの、20年、30年、でここに40年、まあ40周年記念、まあ、もう40周年はもう4月から始まりますが、本当に40周年記念ともう今定めているのは11月のからにある、11月終わりにある、ホテルカリフォルニア、県立厚木高校物語、はい、まあ私と岡森が出会い、そして六角精児もその中に入ってくるわけですけども、まあ、扉座の原点になった話、岡森明に至っては岡本信也っていう本名の、高校生が出てくるんです。自分ですから、自分で自分をやる、そうで、しかも16歳の時の自分なんで、もう今年還暦ですから44年前の自分を演じるって、こんなことが世の中にあるのかって、ギネスブック級ですよね。でもちろん厚木高校の物語なので全員詰め入りみたいなことになるんですけど、それは
それが40周年記念の本当にあの一番の40周年記念、そこに間に合わせるようにこういうものこれ系のものを作ろうと思うんですが、一応あのデザイン、まあ、まだ全然、内緒でいいんですけど、ね、なんとなくあれ以降膨らんだもの、あの一応決まってるけどね、もう決まってる俺の中ではすっごい大変、うん、まあ大変だけどやってみたいのがある一つ、アイディアもう本当に面白いことばっかり考えてるんですね。まあ、要するにまあヒントじゃないけど自分のその40周年みたいな、僕もそうなんですよ、来年がね、何のデザイナーフリーになって40年、あ、そうですか、だからその集大成でもないけども、うん、前からこういうの出版してみたいっていうのがあってそんなものを扉で使っちゃって大丈夫？いや、もう使いたいですよ。まあ、ヒントはだから、まあ、分かる人には分かるんだけど、年賀状なんですよ、俺のね。はい。あれの問い合わせ版。あのね、売り物かと思うような年賀状が毎年、封筒で届く。ね、年賀状なのに封書で届く。そうそうね、うん、しかも封書の中にちゃんとビニールのパッケージみたいなのが入ってて、これ売り物なんじゃないの、うん、あれ何部作られてるの？100部限定、限定100なんだ。これは本当に皆さんにね、あのお届けしたい、もうでもね、値打ち本ですよね。そうなんですよ、もう増刷もないしね、まあ、でも毎年のこと、あれね、あれもちょっと扉座版というか、うん、あれは素晴らしい、ね、できる範囲で、ね、やってみたいんで、また後から具体的に話し合う、ね、はい、ぜひ皆さんですね、お楽しみにしていただきたいなというふうに思います。で、40周年ですし、我々還暦記念でもあるので、ここはね、多分売り物になります。これ歴代売ってきたんです、これもね。で、これに至ってはね、ものすごい余っちゃって、もう場所が、最後の方はもうタダでど研究生とかに配ってたんですけど、それでもなかなかなくならなかったんですけど、もう今回だけはね、在庫、不良在庫絶対に持ちたくないんですね。もう劇団もそんなに長く やるかどうか微妙なんでね、もうここはぜひ皆さんですね、ちょっと貯金しといてください。そんなに高いものになるとも思わないですけれども、売り物にしっかりと値打ち物を作ろうというふうに考えています。ぜひ今から期待していただけたらなというふうに思います。また、後ほど、吉野さんには別のコーナーでも出演していただきたいと思いますけれども、今日はどうも貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。さて、続いては桃子レポートのコーナーです。桃子リポート、扉座通信をご覧の皆さん、こんにちは、砂田桃子です。今日は道夫さんと晩さんにインタビューしたいと思います。イエーイ、お願いします。いきなりですが道夫さん、40周年ですがいかがですか？いやー、もうあっという間です。あっという間ですか、はい、あ、本当ですか？20年はあっという間なんで、皆さんちょっとえっと思うんですけど、うんうんうん、本当にあっという間でした怖い20周年記念パーティーとか、30周年記念なんとかとか、うんうん、そういうのを迎えているうちに、そしてあっという間に40周年みたいなのを本当に今夜も本当に早いです。良かったです。そうですよね、はい、ワンさんは、私はね、33年かな。あ、そうか、やっぱ平成元年なんで入ったのが。そうですね、平成元年が数えやすかったんですけど、令和3年ってことは多分平成33年なんです。そうです、33年です、はい、あ、そうなんですね。でもやっぱりコンスタントにね、劇団の公演があるので、なんか間空いてたりするとはまだ何年かってなるのかもしれないんですけど、コンスタントに毎年
公演のある劇団なので、なんかそれがもう日常生活になってしまって、でだからもう普通に1年早いなっていうのと一緒で早いなっていう感覚ですね。でももう皆さんなんかあの歳を取らないかな本当に、なんか全くお変わりない。でもお上手、やべ、本当に、でももうちょっとよく分かんなくなってきますね。ずっと劇団にいるっていうのは、ずっといるとね、分かんないですよね。分からない。家族と一緒だから家族と一緒でずっといると、久しぶりに会うと、久しぶりに会うと思うんでしょうけど、そういると、もう年齢とか本当にそうですよね、分かんなくなりますね。面白い、ありがとうございます。行ける人はそうは思ってないですからね。そんなことないですよ。もう私がすごい聞きたかったことを聞いてもいいですか。あの入団した時にその旗揚げメンバーの方たちいらっしゃるわけじゃないですか。どうでした、どんな感じでした。私が入団した時はでもまだ徳さんとか若者とか、杉山六角あたりは大学生だったんですよ。そうか、学生だったんだ。私は九州の方、宮崎から上京し、はい、で、まあ、アルバイトをしながら、はいはいはい、ちょっと人を上げてやるぞみたいな、なんかこうちょっとこうギラギラした感じの方が高かったので、そういう感じだったので、はい、自宅から通ってる大学生みたいな、実家ってことですね。そうそう、自宅から通ってる大学生っていうのを、はいはい、見たのが初めてで、あ、学生の人たちってこんな気楽なんだみたいな、なんかこう、わかりつつ若かったので、そういう気持ちになってて、本当は向こうからしたらちょっと嫌な感じに映ったかもしれないですけど、ちょっとやってよねみたいな。なんというか、そういう雰囲気を醸し出してもらったんですね。学生気分でやってんじゃないわよと、そうこっちは人旗あげようと思ってやってきてんのよ。そんなかなです。いや彼らは必死でやってたと思うんだけども、まあね、あのこうその時の自分の立場からするとこう、甘ったれてんじゃないわよみたいな、なんかそういう雰囲気を多分醸し出したと思います。辛い辛いだって実家なんでしょ。ご飯食べられるでしょ。そうそうみたいな。そうですよね。思いますよね。そんな感じだったと思います。マスさんはもうあの劇団が紀伊国屋にも進出して、本田劇場にも進出してからの劇団なので、そこそこ、はい、お客さんもたくさんいて、その中でオーディションを受けて入ったんですけど、あのそれまで夜曲と歌劇場の夜曲と役者たちの歌と会議にも出てたんですけど、やっぱ六角さんのインパクトがすごくて、この人どういう人なんだろうと思って、すごく興味もあったんですけど、私たちのオーディションが伊藤さんもいたけど3班ぐらいに分かれて、時間を10分か30分か上げるから、その班で芝居を作ってるって言って、すごい、その班に1人か2人劇団員が入って一緒に芝居を作りましょう、楽しいオーディションだったんですけど、すごい。そうで、お題がシンデレラか白雪姫かなんかそんなんで、私の班には六角さんがいたんです。そうで、そういうギャップなんですけど、六角さんがものすごい紳士で初めですごくまとめようとしてくれて、じゃあ君は君はいいから多分こっちへこうした方がいいねとかすごく勧めてくれて、すごい普通の人、まともな人、そこでちょっとギャップ萌えと言いますね。で、岡森さんは加藤健一事務所にある4月5月ぐらいまで出演されてて、旅も行ってたんでしばらく会わなかった。その頃ね、入って
週何日か基本基礎稽古みたいなやってたんですよね。篠崎市してもやったりね、やってたんですよ。夕方から集まってちょっと基礎練やろう。それは誰かが教える感じなんですか？みんなで体を動かしてエチュードやって、エコさんも来てたし、なんかエチュードやったりとか、それも週何日ぐらい、2日ぐらいやってたのかな。目黒区内の、あのね、東京の施設に使って、公民館とか、公民館なり、そういうところに岡森さんが来てなかった。それは、今ちょっと一人あの別のところにいるからな、まだちょっと会ってない人も一人いるけど覚悟してねって言われたんですよ。挨拶代わりに胸もむからこれ大丈夫ですか？大丈夫大丈夫実際胸を揉まれたことはないんですよ。すごいピクピクして岡本さんに会うのを、あの、覚悟して待った覚えがあります。面白い。みちおさんが最初から優しかったです。あ、本当に。でもやっぱりね、女性がね、少なかった。あ、なるほど。あの、女子が、この時みちおさんまだ20代の時、女子が集まってキャッキャっていう感じじゃないです。10代の女子が集まったらキャッキャするじゃん、そういう、まあ、キャラクターじゃなかったんでしょう、じゃなくて割と男性陣が集まってウヒョウヒョウってる劇団なんですよ。男子校みたいな。あ、男子校。じゃあその中で、まあ、結構30年40年劇団に所属されてたわけですけど、なんか印象に残ってるエピソード教えてください。いろいろ考えたんですけど、やっぱり私は茅野勇さんに関するなんか思い出が一番印象に残ってるので、やっぱそれが多いなと思って、それに関する方は新田翔さんとのお二人とか、あの、茅野さんとスポーツとかお二人やったりとか、結構あのアクションとかやったりとか、学校公演とかやってて、彼がやっぱりどんどんすごくもう限界までやった人だったから、すごい高いもう本当に何年かあるところから下に飛び降りるみたいなのを自分で進んでそれをやるって言っていて、ある学校公演の時なんかに飛び降りた時に足をなんか切ってこういうふうになって、あっと思ったんだけど、どうしたのかなと思って、最後まで元気持って、で風が吹いてなくて、あっと思ったら、それも救急車に運ぼうっていうのを運ばれていて、もう少し川の人が折れてたそう、折れてたんだけど、わーと思って、あ、場所からどうするのと思ったんだけども、それも今やるって言って、そのアクションとか、それぞれの役者でもあの打ち合わせして、じゃあもうこれはこうしてこうしてっていう感じじゃなかった。金屋さんが呼ばれたんだ。あ、金ちゃんがやったんだ。金屋さんが急って、菊池金屋さんが呼ばれて、金屋さんバイト中だったんだけど、そうか、そう、すいません、しばらくお休みしますって言って、結局そのバイトを、まあ、クビになっちゃったんだけど、だけど金屋さんが一日で、ね、そうか、1日で記憶違いだった。そこまで話この間したばっかりで、そうだったね。それぞれにね、見ながらもすごい、あ、そうだ、このセリフを覚えてるとか、こんなことあったって、すごくいろいろ思い出したんですけど、やっぱりみちおさんの被りって死んだ証拠で、やっぱりね、思い出、旅の思い出多いですよね。旅がね、いろんなことがありすぎて、ね、死んだ証拠で言うと、これ定番の思い出だと思うんですけど、学校公演で、まだ、いくつ、まだみんな30そこそことか20代とか、まあ、30前後ぐらいの年齢で、割と若手公演で新田翔吾を作り直して、こっちも行って大丈夫ですか？大丈夫です、大丈夫です。でも皆さんへの目線はこちらです。あの、若手で作り直して学校公演を回ろうという企画で、まあ再演、再再演になる、チームを一新して、それこそ茅野座長を先頭に、赤星君がありますね、まあ、その辺を、まあ、メインにした、私センターコーナーだったんですけ
若星君と、まあ、相方だった大山さんっていうのがいつも聞いてるんですけど、まあ、ほんま人気あるんですけど、メインは赤星君、有馬さん、茅野さん、この3人がですね、某J事務所のようにですね、山形県の学校でアイドル並みの人気を博しまして、公演自体はね1週間近くあったんですよね。結構そんな長く、うん、1日2校で5日間ぐらいかな。学校でね、そうです、あ、同じところで1週間同じところで、まあ、いろんな学校が見に行きます。日に日に出待ちが増える。生徒たちがキャーっていう出待ちをするんです。で2日目1日目見た生徒も出待ちをしている。2日目見た生徒も出待ちをしている。どん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 増えて、で挙句の果てには帰りの日、鶴岡の駅にうわーっと女子高生が押し寄せて、いやすごかった。先にもあんなことがあるし、ことはない。いい話していいですか？いい話が。いい話ダメですか？あのね、その時にものすごくお世話になった伊藤先生っていう女性の先生がいるんですよ。伊藤先生ってね、ものすごくその後も扉座を気にかけてくださって、実行委員会作って扉座を静岡に呼んでくれたり、一般の公演をね、実行委員会で呼んでくれたりしてくれたんです。すごくお世話になるんですが、その学校公演の時に、ちょっと体調崩して、で病院に連れてってくれたんですね。その後も東京帰ってからも、山形の山ぶどうジュースっていうのが、貧血とかにすごく飲んでるんですけど、送ってくれたり、その後もすごくお世話になって、赤星君とかもね、その後も連絡取ったりとかしてたらしいんです。私はもう結構また、その後、その時はもちろんお礼しました。なんかずっかり失明になってしまったんですけど、百鬼丸なんとか言ってももう今年ですね、百鬼丸の東北公演ありましたね。静岡公演の時に浄瑠璃隊といって笹を揺らしながら浄瑠璃をする、で、演歌の時の演歌の方々に参加していただいたんです。その中のメンバーに伊藤先生がいて、もう感動の再会、その後交流会があって、それで話することができたんですけど、あの時お世話になりましたっていうことをね、伝えることができた。ああ、いや、なんかずっとやってきてよかったなっていう。本当です。いい話でしょ。すごいいい話。そう。やっぱ、でもここまで劇団が続いて、うん、そうやって東北ツアーを回ってないとないことですよね。そういう形でまた会えて、なおかつお礼が言えた。続けてきてよかった。そうですね、いろいろこんなことあったけど、いやもうまだまだお話聞きたいんですけど、お時間なので最後に扉座ファンの方にメッセージを一人ずついただきたいと思います。では一応さんお願いします。ありがとうございました。では
けで本日は道夫さんとワンさんにお話を伺いました。ありがとうございました。富田さん40周年です。今年もよろしくお願いします。お願いします。 AD の大川彩でした。はい、モダンボーイズ見に来てください。お願いします。あ、頑張ってます。まあ、あの扉座の誇れるものがいくつかあるというふうに思うんですけども、まあ、個人的に、まあ、台本を書いたりするときにもすごく頼りになるのが、うちの女子2トップ。本人たち多分トップだと知識全く持ってないと思いますけれども、中原道夫と美奈子という2人のベテラン女優、この2人がいるのが、扉座のある意味こうものすごく味を決めているところがあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、普通の劇団というのは、ね、2枚目ヒロイン、まあ、通常の演劇というのはそこを中心に回っていくんですけど、ちょっと扉座の場合はもちろん、数々のイケメン俳優、美人女優、ヒロインもいるわけですけれども、でもなんかこう六角政治が主役だよみたいな仕込みどころがしばらくあったりで、この道夫とバンみたいなものが本当に芝居を支えてくれている、そういう役が必ずあるということで、僕が書く戯曲も普通にない膨らみを持っているんじゃないかな、自分で長くやってきて感じております。もちろん20周年に向けて、大事にしたい方たちです。さて、続いては北村フィルムです。北村フィルム、まだこの時点でどんなものになっているのか私全く知りません。ただこの間会った時に、40周年がテーマだと分かりましたって言ってましたけど、どれぐらい分かってるのか楽しみです。出演情報などお知らせです。この番組は劇団扉座の提供でお送りいたします。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。映画ブスの法則上映を記念いたしまして、舞台挨拶を行わせていただきたいと思います。では早速登場していただきます。
佐々木好美さんです。どうぞ。この洋服どちらでお買いになったんですか。あ、これ買ってない。買ってない。お下がり。お下がり。では早速映画についてお話を聞いていきたいと思います。ではこの映画ブスの法則、一体どのようなお話になっているんでしょうか。はい、オカルトが好きな女子高生うずめちゃんが好きな人を振り向かせるために引き寄せの法則を使うというところから始まるコメディ映画です。私はこのうずめちゃんの親友の藤巻木の葉という役で参加させていただきました。このみいさんがこの葉役ということでお話しいただいたときは、あ、そうっすね、何かやっぱ強いものを感じて、何かこう縁を感じますよね。はい、ではこの映画の詳細教えていただきますでしょうか。はい、映画ブスの法則、4月8日木曜日に狛江市にある狛江エコルマホールという狛江駅北口から徒歩30秒のところにあるホールで上演いたします。受付開始19時、上演開始が19時半となっていてこちらの QR コードからチケットを予約することができます。ここで一つポイントがありまして、こちら押していただくと楽天チケットホームページに飛ぶんですけども、そこで PC 版に設定を変えていただくと座席指定でのチケット予約ができるので、そちらでのチケット予約をお勧めします。では最後に一言皆さんにお願いいたします。はい、一昨年の夏に撮影をして、去年上映予定だったんですけども、それが中止になってしまって、やっと4月8日に上映できるということで、とても嬉しく思っています。この映画は皆さんの想像力の源をクスクスとくすぐるような、そして見終わった後にふっと気持ちが軽くなって少し前を向けるような、そんな映画になっています。ぜひお越しください。ありがとうございます。では最後に私と二人で同時にあのお言葉言いましょうか。映画ブスの法則、よろしくお願いします。はい、皆様お久しぶりです。劇団扉座鈴木貴乃です。皆様お元気でお過ごしでしょうか。私はおかげさまで元気にやっております。現在は次回出演舞台ロミオとジュリエットの稽古に挑んでおります。チラシが出来上がりました。じゃん。はい、ロミオとジュリエット、はい、裏面こうですね。はい、10代から70代の個性あふれるメンバーです。日程などはですね、私のブログ鈴木貴乃のウェブサイトにも掲載しておりますので、ぜひ覗いてみてください。東京公演が3月の29日から4月の18日東京グローブ座にて、大阪公演が4月の21日から25日、梅田芸術劇場シアタードラマシティにて上演いたします。扉座研究所出身者といたしましては非常に思い入れのある作品です。扉座ファンの皆様も毎年卒業公演で耳にしている花の都のベローナに、あれのフルバージョンでございます。ぜひ劇場に足を運びください。よろしくお願いいたします。鈴木梨沙です。大和蓮です。3月30日から4月4日まで神楽坂光輪亭ギャラリーにてキレキレタヌキとトコトコキツネボリューム2、2作品やります。日に咲く花の名と朗読穴に集えばを公演します。これをこのキレキレタヌキとトコトコキツネ結構長いんですけど、略してキレトコは、私と友人佐藤萌子で好きなことやろうという演劇ユニットになってます。さあ、レン君、
はい、稽古してみてどうですか？そうですね、まあ、僕今回初の外部出演なんですけど、お、まあ、いつも扉座の稽古場とか扉座の雰囲気っていうのしか感じたことなかったんですけど、初めて外部をやって、あ、なるほどこういう感じなんだとか。どういう感じ？あ、なんかまあいつも、まあ、緊張してますよ、外部で。外部で緊張してるんですけど、やっぱ扉座とまた違った緊張感っていうのは感じて、はい、まあすごい日々刺激を受けております。また新たな一面の蓮くんも見れると思いますので、はい、ぜひ皆様ギャラリーに足を運んでください。感染予防対策はちゃんと徹底して、行います。皆様をお迎えしますので、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。お願いします。みんなコロナ禍ですが、それぞれにギリギリのところで頑張っていると思います。ご声援をどうぞよろしくお願いいたします。まあ私からも、お知らせが2つあります。まず1つはこれ、まだ3月25日の筆着エントリーで第25期生、募集中です。研究所、40周年はもう何としてもやります。そして、私の関連する公演が4月3日からあります。モダンボーイズ、かつて東京都の芸術劇場って、これ池袋にある劇場ですね。あれができた時の記念作品で、まあ、台本を書き下ろして、その時も演出は私ではなかったんですけども、その時の台本を今回大改訂いたしました。もう新作じゃないかっていうぐらい直して、いつでもやりました。最後の伝令の菊屋栄さんの話なんですけど、これは菊屋さんが主役ではなくて、この若者が主役になります。で、今回これ演じてくださるのがニュースというジャニーズのアイドルグループの加藤シゲアキさん。でもこの加藤シゲアキさん、先日吉川英治文学賞というすごい賞を取って、本当に面白いんですけど、オルタネネートっていうね小説ですが、僕も読ませていただきましたが、すごい小説家か、なぜかこれは、まあ、アイドルとして舞台に立つという声で、扉座からはですね、バン・ミナコで、バン・ミナコ、これねモダンボーイズに初演も出てるんですよ。ほぼ同じ役です。ベテラン女優ってのは恐ろしいですね。いいね、お姫様役じゃないと、こんな一つの役何十年もできちゃう。そして、まだうちでは新鋭の部類ですけども、今崎正則と大川綾という、2人が、出演しております。扉座の3人出ているモダンボーイズ、ぜひチェックしていただけたら幸いです。まあ非常事態宣言が解除になるならないに関わらず、まだまだ心配は続き、まあ、演劇活動簡単ではないんですけれども、まあ、我々ももう40周年ですので、普通以上に熱を入れてこのコロナ禍の中活動していこうというふうに思っております。皆さんもくれぐれもですね、体調を気をつけて、次また劇場でお会いできますように祈っております。扉座通信デジタル版ですけれども、まだまだ続きます。徐々に、劇団員また出演してもらったりして、インタビューしたり対談したり、そういうこともやっていこうというふうに思っております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。早く1000に乗せたいというのが我々の悲願です。どうぞご協力のほどをよろしくお願いします。どうもありがとうございました。毎回扉座ゆかりの品々をご紹介している今日の一品のコーナーですけれども、今日は私の一品ではなくて、ゲストのデザイナー吉野修平先生の一品ご紹介いただきたいなというふうに思います。なんか持ってきていただいたんですね。はい、先ほども話しましたね、はい、私の扉座はこれから始まった2003年平良宇京伝、
木村多江さんが出ていただき、山崎銀之丞さんも出ていただき、で、そうですね。その時のパンフレット、売りパンフですね。これ売ったんだっけ？売って、たまに売るんですよね。売って、あの部数が足りなくて、そうだ。増刷して大失敗したっていうね。増刷して大失敗だったんだ。この時ね、とにかく茅野勇が派手なプロデュースをしてたんですよ。その、もう片腕だ、片腕、右腕、貸し取り腕か分かんないけど、私の番頭をやっていた茅野勇さんがもう、パンフレット作ろうって言っちゃった。でも、すごい人だったよ。その時だから、そんなにお金が、普段はこういうの作ってないということすら知らずに、普通のそれまで今まで自分でやってきたね。コンボイショー。そう、コンボイとかの。コンボイショーもだって一番人気のある頃でしょ。そうなんですよね。ね、だから2万部とか作るなの、その気持ちでやってたから、はい、後からちょっと申し訳ないなと思ったんだけども、とりあえず思いっきりやらせてもらって、ら作りよりどこうカルタ作ったりとかね。ですよ。ほら、茅野勇さんも出てるじゃん。ほら、蔦屋重三郎のように茅野勇さんも出てんだよ。もう自分だよ。だってこれ真面目なる工場って本当にね、蔦屋重三郎にこういうのがあるんですよ。うん、年商がパクリだ。ちゃんとね、書いてもらって。何これ、自分だよ。出てないんで、しかも茅野勇さんも小松座の舞台に呼ばれて、そっち取って俺ちゃんと段取るだけ段取っていきますから、自分はいなくなって。こういうのもすごいね。錦糸町界隈の高茅野扉座に、うん、茅野による茅野のためのパンフレットだね。そうですね。でもすごい、カルタやった人いるのかな。どうなんでしょう。吉原の遊女習わぬ小技を。すごいね、これ誰かになるの。俺じゃないよ。遊女を聞くは経典の恋女房。まあまあベタですけど、すごい芝居の中身がちゃんと説明してある。これはね、あの丸山さんっていう、はいはい、ライター、うん、あの方だ。プロのライターだよ、うん、そうだよ。私もお世話になりましたよ。なんかね、立派な本をいっぱい出してる人。へえー、すごい。いくらで売ったんだっけ。2000円。うちではあんまり大きな商売はできない。なんで大徳寺だ。徳大寺先生ね、この人もうあの知る人ぞ知りますけども、スポーツカーとか自動車、モータースポ、うん、モーター会の大重鎮ですよね。なんで茅野勇さんが間違いだらけの車選びの宣伝をもらいつつ、そういうことでしょうね。これは徳大寺さんと対談をしている、うん、すごいよね。全然徳大寺さん、あのキララ教授に関係ないんだけど、これ引っ張ってきてんだね。これ宣伝も持ってきたんだね。そう、広告結構やり手だよ ね。いろいろこう撮ってますよね。こういうのとかルミネとかね、うん、すごい。そうか、これはでも第1回目だった。でももうそのこの時すでにやっぱり吉野ワールド全開ですよね。写真も撮ってんじゃん。そうそうそう。これはあれ若っ若っ。喫茶あのね、この近くの、あそこにあったところ。そう、もう今なくなりましたけども、昔のね、隅田パークの入り口にあった。そうそうですね、喫茶店だったところ、うん、すごい。これだから、ね、女だってわざわざ写真撮ってんのよ。そうなんですよ。タエさんも美しく、こうちゃんと宇宙の駅も並べてね、黒子を並べて、この時だと稽古場ですよ。そうか、手前品が欠けてんね。これあのエレベーターとか、あエレベーターとかね、かつてあるな。ここから歴史が始まった。そうですね。これが売り切れて増刷した時に、この作りがめんどくさいじゃない、はい、だから増刷数が高いんですよ。ここだって、ここは厚紙だもんね、カルタにできる。そうそうそう。それで増刷して、うん、で、あの高くなっちゃって、結局ね、一部あたりの、まあ、1500円で売ったとしたらば1500円かかってる損だ。ありがとう。扉座ある。でも
うちにもこれ一つしかないんです。うち一つしかあった。この間断捨離の時に全部見たらこれあった。あった。それは大事に。もうね、あのカルタなんか何もいじらずそのままあった。あ、僕もね、でも一冊ありますよ。ね、忘れちゃいけない吉野さんといえば。実はこれも、これ皆さんお持ちですよね。12月ね、コロナの中で、ほぼもう捨て身の企画、やけくそ企画でやりました、うん、10本連続リーディングで、まあ本当は39年だけども40周年のふりしてやろう、それぐらいの勢いでやろうじゃないかって言って、これは無料で配ったんですけど、そうですね、そうでした。でももう本当にこれもすごい気合を入れていただいて、ここに出て、これがキララ浮世伝でね。そうです、これあの溝口画伯の、そう、これほとんど全部溝口画伯ね。溝口さんって、まあ、イラストレーターで今もうものすごい人気が出てきてるんですけども、あの溝口さん毎回なんとなくこう絵をいろいろ入れてくる、これがキララ浮世伝でも歴代、これはラマンチャンでしょ、うん、それこれはあの曲がり角、もう全部について僕らの中で思い出深いキャラクターをしっかりここの中に入れていた、これ二重瞑想志の輔さんね、ここに入れていただいて、これ全部テンノックス、そしてこう上と岡森がなぜか扉で、実はこういう風に洒落てるんだよ、うん、でこれ本当は1枚で写真撮って1枚で、うん、もちろんでした。で、間にこれが入ってる。そうです。しかも写真全部撮り下ろしですからね、これね、2日でね、2日で80カットすごいですね、すごいですね。で、これまたよく撮れてんの、みんなよくね、うん、すごい、ね、でなんてことはない、さりげない感じなんですけど、なんか、いい人たちに撮れたでしょ、いい人たちその通り、この人たちを応援したいなっていうふうにしたかったから、だから普段はね、こわもてのやつも、こわもてのやつもね、すごい優しそうに、本当にね、で、まあ、六角にしても山中にしても、スターっぽくなく、そうそう、ちゃんと劇団員の枠に収まりながら存在感があるという、あえてだから、この有名な2人は、この稽古場にいる写真でやりたかった。あ、うん、考えてくれてるんですね。そうなんですね、素晴らしい、パンフレット、まあ、もう40周年記念第1弾はこれは無料で、でもありがとうございます、このオープンとドア、でも40周年記念についてはもっとすごいもの、もっとすごいものになりますよじゃあそれこそが本当の一品になるということで、吉野さんに今日はキララ浮世伝のこの懐かしいパンフレット扉座再建、本当に細かい仕事してますね、これはあの吉原再建というのがキララ浮世伝の主人公蔦屋重三郎が最初に出した本のタイトルなんですね。遊女たちをずっと紹介する、遊女の代わりに劇団員たちをこう紹介してくれる、素晴らしい。まだこれね、デジタルに完全に移行してない時だから、そうか、この和装本をまず作ったんだよ、うん、すごい、自分でここに持って、うん、でそれを一発、あ、これデザインじゃないんだ、一発写真撮り、和装の本を作って、本当にあるんだ、じゃあこの本はあります。で、溝口さんの絵を描いてもらったのを貼って、それ一発で撮った、うん、そうね、まだ時代がコンピューターで全部やっちゃうなんていうことじゃないんだ、ね、うん、ない時代、ギリギリまだだったから、これあのもうもはや お宝になってますんで、持ってる人大事にするからね。で、これももう間もなくお宝になりますから、で、これはもしかしたら今後売り始めるかもしれません前はタダで配ったんですけどね、これからずっとタダで配るほど全然ないんで、ちょっとヴィンテージ感残しつつ、うん、もしかしたらちょっと、そうですね、あの店頭に並ぶかもしれません、うん、まあ、その時あったと思って、早めに、ない人はぜひこれ一冊持っておいた方がいいね。そうですね、はい、どうも、今日は貴重なものをお話、ありがとうございました。